帰りたい？うん。なんでだよ。いや、お前には悪いと思うけど帰りたい。いやいや、もう女の子来るし、彼女欲しいって言ったの言うただろう。そうかもね。そうかもねじゃなくて、そうなんだから俺が合コンセッティングしたんじゃん。別に合コンセッティングしてほしいって言った覚えないけど。はあ、でも言ってないけど、セッティングするって言ったらありがとうって言ってたろ。それは言ったけど本当は嫌だった。なんて今になって言い出すんだよ。女の子も来るよ。知ってるよ。切れんのよ。切れてないよ。バカにされたみたいだったからブチって来たんだよ。それ切れてるだろ。治ったよ。まあとりあえず女の子来るし、俺のメンツを立てると思っていてくれよ。はあ、お前に貸しを作るとかありえないし。じゃあ合コンセッティングするって言ったら断れよ。一応もう駅降りてこっち向かってきてるからな。最悪タイプとかじゃなかったら仕事入ったとかで帰っていいから、少しだけいてよ。乾杯したら帰るからな。早えよ。なんで合コン嫌なんだよ。合コンとかマチコンとか出会い系とか、こんなとこにいるやつなんて所詮モテないやつらばっかなんだよ。モテないってことは何か欠点があるからなんだよ。なんで欠点なら人間と酒飲まなきゃいけないんだよ。お前最低だろ。百歩譲って可愛い子が来たとするよ。どうせビッチなんだよ。やりまくってんだよ。どうした今日、どうした。俺の考え間違えてるか。間違えてるなら謝ろう。だけど間違えてないはずだ。間違えてるよ。本当に出会いがないからそれを求めてきてる人もいるだろうし、例えば職場に同年代の人がいなかったり、同性ばっかの職場だったり。いいや、コンビニ行くだろ、本屋行くだろ、店員とかいるだろ、いろいろあるだろ。確かに同性だけの街に住んでるわけじゃないけど、ナンパとか知らない人に声かけれない人が健全に出会いを求めに来てるんだよ。俺は知ってるぞ。婚活やってる友達が、婚活パーティーに来るやつ来るやつ、男も女もろくなやつがいないって。結局余り物同士で集まって不毛な時間しか流れない。うまくいったとしても妥協の上塗り上塗りで結局ろくな人類が生まれない。そうだろ。お待たせしました。迷った。俺らも今来たとこな。天使だ。あ、ま、座って座って。おい、ここ嫌なんじゃなかったのかよ。カモフラージュだよ。敵を騙すにはまず味方からって言うだろ。はぁ、知ってるか。ああ、なる飲む。私はビール。あー、じゃあカルピスで。飲めないの。お酒本当に弱くて、最初はカルピス飲んでお酒薄めます。オッケー、じゃあ俺はビールで。ゆうたもビールでいいよな。カルピスで。あぁ、何飲む。出会う前からカルピス飲むって決めてたから、これは運命だと思う。何言ってんの。分かった、カルピスでいいな。ビールも。結局飲むんじゃねえか。すみません、生3つとカルピス2つください。4人しかいないのに飲み物5つ頼んでんじゃねえよ。お前が2つ頼んだんだろ。お化けがいると思っただろ。ねえ、大丈夫かお前。あ、以上で。ごめんね、こいつ合コン初めてなんだよ。そうなんだ、ゆかもだよね。緊張してます。お揃いですね。お揃いで。僕は聞いてると思うけど、ケンジで、美穂ちゃんと2年前にバイトが一緒だったんだよね。こっちはゆうとで、小中の幼馴染。ゆかと私は高校からの友達。ゆかです。あんまり男の人に免疫ないのですが、よろしくお願いします。お揃いですね。うるせえよ。さっきまで帰りたい帰りたいって言ってたくせに。やめろ、捏造するなよ。まるで俺が風船が海になるのを怖がってたみたいだろ。会話のテンポがずれるわ。よかったじゃん、ウケてんじゃん。ありがとうございます。あ、ここ置いといてもらって、カルピス、生は俺と美穂ちゃんとゆうたね。で、カルピスがゆかちゃんとゆうたね。いや、もうあるわ。いや、お前がカルピスと生頼んだんだよ。あ、そっか。あ、ゆかちゃんとお揃いだ。真似したからね。ゆうたさん、童貞パー。
中だし状況が違うだろ。大丈夫大丈夫ね。開始早々カオス。大丈夫、ちょ大丈夫。レンジは気持ち悪いってことですね。童貞で何が悪いんですか。ちょどこ行く。何なの。普通のカルピスだな。